天皇陛下は今日64歳の誕生日を迎え、国民から祝賀を受けられました。冷たい雨が降る厳しい寒さの中、誕生日にこのように来ていただき、皆さんから祝っていただくことを誠にありがたく思います。先月発生した能登半島地震によって亡くなられた方々に改めて哀悼の意を表するとともに、ご遺族と被災された方々に心からお見舞いをお伝えいたします。誕生日の一般参賀は去年も行われましたが、感染症対策のため人数を限っていて、抽選なしで広く国民から祝賀を受けられたのは即位後初めてです。今日はおよそ6000人が開門前から並んでいました。